大谷の得点圏打率、短期間でとんでもないことになっていた。ドジャース大谷翔平投手は19日、日本時間20日、本拠地レッズ戦で移籍後初のサヨナラ打を放った。同点の10回に2-1、二塁、弱いと言われてきた得点圏で快音を響かせた。デーブ・ロバーツ監督も変化を実感している。厳しい球をファウルでしのぎ、迎えた6球目、内角の直球を右前に弾き返した。初球も良いところでしたけど、そこは見送って良かったのかなと。長打は狙わなかった。チームの勝利が決まるとチームメートから手荒い祝福を受けた。今季シーズン開幕から得点圏での不振に苦しんだ。約1ヶ月前の4月20日、同21日の時点で21打数2安打で打率0割9分5厘。ロバーツ監督からストライクゾーンをコントロールしないといけないと指摘を受けることがあった。指摘以降、大谷は得点圏での打率は29打数11安打の打率3割7分9厘と変化。大谷自身もサヨナラ打を打った試合後、ゾーンの確認だけしないといけないので、前打席どういう状況でもそれだけは徹底して、それができてれば良い結果でつながるんじゃないかなと思いますと重要性を話していた。ロバーツ監督も、翔平は他の選手よりストライクゾーンをカバーできるけど、この4週間、彼のストライクゾーンがとても普遍的で、打てる球を振っていると分析、出塁したい場面やヒットが欲しい場面でもストライクゾーンをうまく操作できていると評価した。はっ、得点圏打率いつの間にかめちゃくちゃ良くなってるやんけ。大谷は得点圏で打てないとは何だったのか。監督のアドバイスが効いてるのかな。ロバーツ監督の指摘が的確だったことを表しているし、すぐに修正できる大谷の能力にも驚かされる。やはり大谷にとってもいいチームに移籍できてるんじゃないかな。これはドジャースに移籍して正解や。ブレーブス戦の同点弾からアプローチが変わったね。軽く振っているのが監督の助言なのか自らの使用なのかはわからないが、ドジャースという上昇分団においては必要なのかなと。今は自分のストライクゾーンだけで勝負している印象が強い。そもそも4割近い打率を出していたんだから、チャンスに弱いなんて指摘はがまがまそうなった以外の何者でもない。三冠の1打点だけがトップから大きく離されてるが、こういう打撃ができれば打点も上がってくる。得点圏以外の打席でも際どいコースをカットするようになれば、間違いなく三冠王の筆頭候補になってくると思うね。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。